その日の深夜、エスフロスト公国軍は何の前触れもなくグリンブルク王国に襲いかかった。共同採掘が順調に進む中でのよもやの夜襲、エスフロスト軍は守りの体制を緩めていたグリンブルク軍を蹴散らし、一気に王都へと迫る。大混乱に陥ったグリンブルク軍にはその迅速な攻撃に対抗する術はなく、王都はあっという間に包囲されてしまった。鉱山から急行したセレノアたちはレグナ王らを救出するため、ロランが知る地下通路によって包囲網をかいくぐり、ホワイトホルム城への潜入を図る。第5話、すでに夜は近づきて。ひるむな！敵を城に向かわせてはならん！おお！一人で突出しすぎだよ。あれは黒金兵団。あ、国鉄兵団じゃなくて黒金兵団だ。エスクロストが攻めてきた。なぜだ、なぜエスクロストが我らを攻める。名約違反だ。グスタドルフ総帥に厳重に抗議しろ。フラニ王子、そんなことを言っている場合ではありません。ここはもう突破されます。城に避難しましょう。わかった。城にいる父上とコーデリアだけは守らねば。なんか後ろの兵長みたいなやつごっついな。議場。バカな、エスクロストが王都に夜襲をかけただと。グスタドルフ、一体何を考えておる。レグナ王からシモン殿への伝言です。万が一の時はグリンブルクを頼むと。陛下、鎧を持て、王都へ救援に向かう。いけません、シモン様。せめてセレノア様たちのお帰りを待って。止めるな、陛下の真意に応えなければ。シモン様、また発作が。誰か異邦使を呼んでくれ。もう戦える方ではない。まだ死ねん、セレノア、ベネディクト。何これ、逸話。新しい仲間が加入したり、既存の味方キャラクターを深掘りしたエピソードを楽しむことができます。仲間の加入はセレナの信念パラメーターが、深掘りはそのキャラクターの出撃回数、ストーリーの進行状況によって発生しないこともあります。マジか。2、これはサブストーリー。いつで、あ、プラスでいけってこと。ちょっとサブストーリー先に開こう。あ、左上読んでなかった。テリオール領か。王都が攻められているだと。相手は誰だ。どうやらエスフロスト総帥自ら陣頭に立たれているようです。グスタドルフが。本気の侵攻ということだな。我らはどういたしましょう。守りはウォルフォートの領分だ。まず奴らがどう動くか見定める。王都に参じないのですか。
王国存亡の危機だ。危機だからこそ慎重に動くのだ。エスフロスト軍は強い。我らテリオル家だけでどうにかできると思うのか。とにかく守りを固めて情報を集めろ。ほう。こいつ、この家が自分の家なのかな。領主の割にはしょぼくないか。あー、それだけか。じゃあ逸話やってみる。セレノアたちの詰城を訪ねてきたグリンブルクの青年、何やら事情がありそうした。カジヤに同行するセレノア、彼らがその道中で見たものは。上からやってみよう。詰城、お目通りを許していただきありがとうございます。ユリオと申します。我が軍で働きたいそうだな。グリンブルクから来たのか。何か事情でもあるのか。はい、実は。エスフロスト公国軍襲撃の少し前、ホワイトホルム城ホール。なんだ、こんなところに呼び出して人払いをせねばならないような要件か。退職したいです。三国共同採掘の件についてパトリアト殿にお尋ねしたいことがあります。先日この取り組みに関する書類を再確認していたところ、鉄の運び出し作業の入札について見覚えのない書類が混じっていることに気づきました。ほほう。この書類からは不明瞭な金の動きが読み取れる上に、それらが最終的に貴殿の手に渡るようになっていた。一見それとは分かりませんが、私の目はごまかせません。弁明があるならしていただきたい。弁明など必要あるまい。たとえそれが事実であったとして、そなたにはどうすることもできぬ。何しろ私にはフラニ王子が後ろ盾としてついているのだからな。まさかフラニ王子はこの件をすでにご存知なのか。貴族は皆持ちつ持たれつ、気づいていなかったのはそなたくらいだ。よもやフラニ王子までも。この国はそこまで腐敗していたのか。ことを公にすれば処罰されるのはそなたの方だ。何、罪状なぞどうにでもなる。だが黙っているならそれなりの見返りを約束しよう。どうだ、悪い話ではないと思うが。貴族の腐敗がそこまで広がっているとは。このようなことが許されるはずがない。どうあってもこの件は公にさせていただく。チッ、この堅物め、なるべく穏便に済ませようと思ったが。大変だ、エスフロストが攻めてきたぞ。なんだと。混乱に乗じて逃げたか。というような次第で、もはや王都には戻れません。何卒士官をお許しください。思い出したぞ、お前武闘大会の時にマクスウェル軍の副官だったやつじゃないか。地味だがなかなかいい働きをしていたな。若、こいつは使えますぞ。わかった、従軍を許そう。エラドール、面倒を見てやってくれ。ありがとうございます。必ずやお役に立ってご覧に入れます。ユリオ、魔法系かな、感じからして。
リュリオの特性 TP のコントロールに特化したサポーター、味方に TP 付与、敵の TP を削減。あーでも味方に TP 付与は結構いいかもな。魔法の人たちがねやっぱ結構使うからね TP を。もう一つをじゃあ見てみますか。鍛冶屋のお話だったね。賛同。セレノワ様、ご一緒いただきありがとうございました。仕入れに付き合わせてしまって恐縮です。何気にすることはない。ちょうど私も詰め所に戻るところだった。何よりこの辺りはエスフロスト兵が出没するらしい。君がウォルホート家に出入りしていると知られたら襲われる可能性があるからな。物騒な世の中になってしまいましたね。あ、誰か倒れている。死んでる。グリンブルクの兵士だ。エスフロスト兵にやられたのだろう。この人は僕の友人です。僕の作った剣をとても気に入ってくれていて、これは僕の剣だ。僕の剣が折れたせいでこの人は。自分を責めるな。でもこれが戦争なのだ。ごめんなさい、僕が未熟なばかりに。長いは危険だが、せめて彼を埋葬しよう。え？養子様がそんなことを。こんなことしかできない。私も自分の無力さが悔しい。セレノワ様、え、これで鍛冶屋に何か変化あったりしないの？ああ、まだ続くか。セレノワ様、僕はあれからずっと考えてました。鍛冶屋の自分に何ができるのかを。僕は現実を理解していませんでした。戦争がどういうものかも、武器を作る者の責任も。こいつらまだ若いから遠徹戦争を経験してないんだよね。僕は未熟者です。でも逃げずに現実と向き合いたい。だからどうかお願いです。あなたと共に戦わせてください。鍛冶屋の君が戦うというのか。はい、武器と戦いの意味を知るために。あなたと一緒ならそれがわかると思うのです。仲間になるんだ。わかった。その思いはきっと強力な武器となるだろう。はい、ありがとうございます。イエンス。改めて僕の名はイエンス。これからはあなたのために父を振るいます。仲間になった。鍛冶屋でも打撃系かな。武器としてなんか打撃とか斬とか属性あんのかな。クラフトによる道を開きます。え、はしごを設置してショートカット、罠や自動攻撃兵器を設置。なんかすげえ特殊だな。でちょっとじゃあここ行く前に詰め所寄って、全体的なレベルの底上げをしようかな。あれ、ユリオいる。グリンブルクにいては自分が信じる正しさを貫くことはできなかった。お、入荷した。お、魔法石入荷してるな。200円か。在庫数が5。あのスパイスって100円か。100円だったらまあ結構いいんじゃない。てか材料入荷してる。あ、入荷して2つずつしか入荷しねえのかよ。ちょっとまず材料は買っちゃおう。材料分はなんか鍛えたいよな。ヒットポイント弾薬も意外に少ないんだよね。もう数が5個はちょっと欲しいから1個購入しよう。で毒も1個買って、麻痺も1個買って、持つだけはもっとこう足止めも
どんどん金がなくなっていく。であとはちょっと鍛えたいけど演習を行おう。新しいのが入った。魔法職レベル6。魔法対戦よりは挟み撃ちでちょっとレベルを上げていきますか。まあ、これはカットします。じゃあ新しい方、真っ向勝負はやっていきましょう。バトルスタート。参ります。で基本的にレベル5がみんな多いかな。とはいえ6の人も2人くらいはいる。ちょっとずつ行こう。槍兵で仕留めます。高速でヒューエットも攻撃はできるから暗黒。この距離ならよし、暗黒になった。痛い。負けられない。早いと確かに早いけど何が起こってるんだかわからん。セレノはいけんなもん。これ攻撃しよう。勝利への糸口はベネディクトで、ベネディクトがちょっとレベル低いんだよ。レベル4だからどうしても補助系がメインになっちゃうからね、敵を倒せないんだよね、なかなか。これはこうやってレベルを上げていくしかない。弓兵来るか。これ挟むんだ。甘い。この盾が破れるかな。エラドール行け。どうだ。殴り。おっと。オッケー。私のできることを。でジーラもう前に出して回復しよう。セレノアを回復します。助かった。武器鍛えて回復力上がったんだね。加速の魔法、あ、加速の魔法も覚えるんだ。あ、槍の2人か。終わらせましょう。槍のこの2人結構厄介だよね。でフレデリカはもう炎、あ、レジストかけられるんか。まあいいや、しょうがない。炎よ。そんな。終わらせましょう。弓兵やっぱりちょっと厄介だけど、あんな効果的です。運がなかったですね。レベルアップ、アビリティ取得、ステルス、新たなる力。ステルス自体は身を隠す。ああ、これ当たらないのかな。待って、アイアンダーは。はい。押し切れそうです。命取りですよ。はい、いいね。マジでいい。本当やんないや。出番だな。弓兵ばっか残ってんな。二段突き。この技ならば。どこへ飛びましょうか。ヒューエットは今誰も攻撃できないな。ショートボディやせい。どこから攻めるか。でセレノアでこっちか。挟めるよね。ふん。何、挟んでない。隣にいなきゃいけないのか。最善の手。じゃあ隣にいたら無事やってこれ倒せんだ。ベネディクト倒せるとき倒しとこう。終わりです。お、結構危険地入る。そんな。痛い。この盾が破れるかな。で後ろから行ってとどめだ。強っ。手強いですね。で回復しよう自分を。加速の魔法は速度3ターン上昇。スティックが結構敏感で右に行っちゃうんだよね。終わらせましょう。でフレデリカで炎の魔法で、あ、こいつ倒せか。炎よ。そんな。あ、倒せねえ。4。ちょっと参ります。でアンナちゃんで2回攻撃だな。はい、片付けます。はい、出番だな。でこれ回収、ちょっと待って、これを回収したい。意地を見せねば。でヒューエットは攻撃して、ダメ。オッケー。割と早めに片付いたな。6石材、
ここら辺の素材も使って基本的にみんな武器の攻撃力上げたかな。やっぱりダメージを上げていきたいからね、という感じです。じゃあ修行はこんなもんで OK でしょう。王都を守るために旅立とう。まずは下水道的ってか、結婚式どうなんの。うちらの結婚式それどころではなくなってしまった。庭園占拠されてんな。後ろからやれば一撃か。驚きました。城に通じるこのような地下道があったなんて。王族だけが知る隠し通路だ。万一の時に備えて作られたものだが、俺たちの前に使われた形跡はなかった。父上たちはまだ城の中にいるはずだ。すでに城内にも敵が入り込んでいるようですね。エスフロスト兵に間違いありません。なぜこんなことに。詮索は後だ。今は陛下たちを探すことに集中しよう。ええ、なんとか皆様を保護して脱出しましょう。すでにここは敵地だ。周囲を探りつつ慎重に進むぞ。え、探索パートだったよね。闇雲に進むのは危険。周りの状況を把握しよう。敵はおそらく越見の間。攻めるとき頭を押さえるの定石。急ぎ王のもとへ行こう。共同採掘、フレデリカとの行為のこともある。エスフロストが攻める意図がわからない。あれ、これ誰？ロランか。城内深くまで敵が入り込んでいる。敵の目的もわからない状況です。何が起こっても臨機応変に対応しましょう。御三家筆頭としてレグナ王を守ります。落ち着いてください。王家の血筋を引くあなたもまた敵の狙いであることをお忘れなく。レグナ王はお守りいたします。お前がそばにいてくれて今ほど心強いと思ったことはない。父上たちには親衛隊と師匠もついている。そうだな。あ、これこっちはいけないんだ。マックスクウェル殿がそんなに簡単にやられるとは思えん。グスタドルフが城に攻めてきた。兄様、なぜそんなことを。なんかある。おお、魔石が2つある。アイテムはね、なるべく回収したいよね。王国兵がこれだけやられている。貴族どもはとっくに逃げている。王に使えるものがそんなやつやばかりだと思いたくない。まあ確かに別に貴族って戦闘要員ではないからね。まあ仕方ない。彼らの財が敵に渡るのは気がかり。同じ王国の臣下として果たすべき務めを全うしていると信じる。貴族も我らも今生き延びることが第一。いずれ必ず機は訪れる。まあ、同じ王国の臣下として全うしていると信じましょう。気がかりは城下の民の安全。気球の時に民を統率するのも貴族の務め。王都に志のある者が残っているといい。王国の一大事、臣下としてお互いを信じ、一人一人が最善を尽くすしかない。王国親衛隊も全滅しているのか。誰一人残っていない。さて、王国親衛隊って言っても、あ、来てる。王国を支えられるのは御三家、ウォルフ仏の方々。王国の旧基地に駆けつけてくださった、その忠誠心に感謝いたします。力を合わせて王を助けよう。うん、ご苦労だった。ゆっくりしてくれ。
か回復魔法かけてやれよ。あ、もうこの人につきっきりでも間に合わなかったんだな、きっと。ここにいた兵士はほぼ全滅。エスフロストは一体何だ。手をくれ。アイテム。あった。猫がまたいる。300円。こっちも光ってたよね。石材。猫に話して信念が変わるんだけど、変わるっていうか、フリーダムが上がるのかな、猫だから。こっから出てきたよね。あとはこっちか。ちょっと走っていこう。あ、ここ光ってない。毒の岩薬。あれ、いっぱいあるわ。600円。なんでここみんな噴水に金を投げ入れたのかな。ベネディクト。防御策で道が塞がれている。周囲の確認が取れ次第力づくで通るしかない。城内にこれほどの敵の侵入を許すとは、急ぎましょう。記念式典手記。色紙の次第か。こっちも見たよね。アイテムはもうなさそうかな。じゃあ先行くか。先に進もう。戦い。推奨レベル7か。7にはなってないけど、まあまあまあ基本足りてないからね。レベル帝はすでにエスフロスト軍に占拠されていた。越権の間に進もうとしたその時、いたぞ敵ら。見つかった。見つかったか。そこにいるのはロラン王子か。総帥から王族は皆殺しにするよう命じられている。お覚悟を。王族を皆殺しだと。兄様がそんな。グリンブルクとエスフロストは盟約を結ぶ関係だった。なぜこんな非道を働く。しらじらしい。先に盟約を破ったのはグリンブルク王家だろう。我らは正当な報復をしたまでだ。グリンブルク王家が盟約を破っただと、何のことだ。そうだ、ふざけるな。そんなはずはない。全員戦闘態勢を取れ。ここで戦うの。右と左トピックス。なんか毎回一回情報があるな。ロランが城の入り口に到達。ロランの死亡。カズビフーハーレ。出れるのは9人。ベネディクトもおすすめになってる。仲間の人、この2人が。どうしようかな。まあ、いつものメンツだよね。これだと。この2人必須か。まあ、そうだね。ロラン出なきゃいけないからね。ちょっとまだこの2人の使い道がなかなか慣れてないからな。で、右と左の陣営をちゃんとやんないといけなくて、ヒューエット9だから5と4か。バランス悪くねえか。回復はジーラだから、ベネディクトもいて、アンナをこっちへ移すか。じゃあオッケー、これで行こう。指定された入り口。敵の増援とか出てくるのかな。あー、敵の増援が予想されます。戦闘開始しましょう。突破。バトルスタート。この柵はどうすればいいんだ。父上が危ない。敵に構うな。庭園を抜けるぞ。
道を塞ぐ防壁は我々で崩す。時間をかければ増援を呼ばれるぞ。なぜエスフロスト兵たちが。これだけの兵を動かしたのだ。かなり前から準備していたはず。頼んだぞセレノア、庭園の出口を目指せ。参ります。了解しました。もうちょっと上から見るか。え、これをどうするの。バリケード、それなりのあれがあるんだな。突破しようたら、これは経験値もらえるな。一回攻撃したらステルスかけるのかな。城内へは行かせんぞ。勝つぞ。もうどんどん突破していこう。突破好きとかいけんのかなこれ。え、いける、そんなんある。狙われすぎだろ。ちょっとやめとこう。ここまでエスフロスト兵たちが。親衛隊のみんなはどうしたんだ。制してみせましょう。あ、こいつはでもそのままがっつりいけるよね。攻撃できる誰か。あ、バリケードだけか。いや、破壊しとこう。とりあえずこいつ上陣取ろう。この身が果てるその日まで。いや、ヒューエットもウォルホートの名にかけて使いやすい。これ後ろから飛翔撃みたいなのバリケード破壊しちゃうかも。飛翔撃って言っちゃうけど、なんて言ったの、鷹だよね。最善の手を。で、ベネディクト。ベネディクトはちょっと一回守りを固めよう。ロランが前にいるから。焦りは禁物。いいじゃないか。よし、戦術が広がりますね。お、早いごとく覚えた。行きますか。で、ジーラはまあちょっととりあえず、あ、加速があるか。セレナにしとこう。速さを付与します。あれ、加速2使ったっけ。助かる。こういうゲームで速度めちゃくちゃ重要だからね。何、上来た。あ、弓兵か、うん、なるほど。くそ、完全に腕が鳴るぜ。上を陣取られているな。で、駆け足。覚悟を見せよ。レベルアップ。戦場は俺の庭だ。学んだ力、今こそ。これ上狙える？よし、狙えるな。私の魔法で。私の番ですね。で、こっちも上、氷結。いでよ。魔法の発展のために。で、こいつらはみんな剣士系だから魔法はいないね。弓が若干厄介っていうくらいか。仕事の時間です。さあ行こう。ちょっとこれはだってこっからは狙えないでしょ、さすがに。で、一回ポイズンスローやって耐えられるか。で、その後もステルスや。あ、ダメだ。ちょっとポイズンスローやっちゃうともう全部なくなっちゃうから、ステルス使って。で、ここでいいでしょ。俺は負けん。後ろを取る。二段突き。逃がさい。見たか。勝った。俺は困難から逃げない。こっち向こう。撃て撃て。ロラン王子を殺せば手柄だぞ。うお、来た。くっ、新手か。突破だ。とにかくロラン王子の道を開け。父上、兄上、妹よ、俺が行く。どうか無事であってくれ。我が城をよくももてあそんでくれた。エスフロストどもよ、下がれ。俺は容赦しない。憲兵。ウォルホートの名にかけて。上狙えるけどな。51か。ちょっともう一回必要だからな。
81すげえなこいつ、さすがに挟むか。せい今だ、いける。どこへ飛びましょうか。さあこっから、でもこれ横にはなってるか今。うん、で移動もしとこう一応。ああこっちだと憲兵が来るか。まあまだ大丈夫か。ドランでやってくるか。パワーブレード強いんだよな。よっ、最善の手を。で攻撃がないからな。移動と跳躍力か。じゃあこっちでいいや。少しロナ上げとくか。勝利のためじゃないか。私のできることで、ジーラでここは届くよね。回復魔法これで傷を助かる。で弓兵毒矢当たるかよ。オッケーオッケーオッケー、毒や当たった。しかも挟まれてる。終わらせましょう。いやこいつすげえ厄介だな。届くか。あ届くな。ここか。あちょっと待って、どこだ。炎よ。で次も炎は撃てないんだよね。それでは。でここに来て、で氷結でこれどう。なんか高低差がよくわかんねえ。いだよ。オッケー、排除完了。俺が相手だ。ちょっと攻撃力が遅い。押し通るぞ。エルフトール遅いからちょっと意味ないな。痛い。ステルスはまだステルス中か。いや盾兵なるべくまあ倒せるやつらはちょっとやっぱ倒していきたいからな。ここは2発いくか。あいつが吹っ飛ばされたのが痛いな。効果的ですね。効果的ですね。これはこいつらはまだ大丈夫。出番だな。でんーどうする。仕留めてる間になんか敵が集まってきそうな気がするんだよな。進んでおくっちゃ進んでおくか。いやまだまだちょっと一旦いいや。いける。で銃しょうがない。ベネディクト挟んでもあんまりって感じだしな。いやーちょっとヒットポイントがまずいな。毒って、あ切り札か。切り札使おう。もうこれこういう時にもう使っちゃう早めに。いいねいいね、もうほぼほぼ回復したわ。でこいつは多分殺せないかな。ちょっと縦兵めんどくせえからやっとこう。やった。全力勝ちです。どこへ飛びましょうか。あでこれここだったら入るね最後は。そうだいいね。まあしょうがない。これは回復した甲斐はあった。痛い。どう攻めるか。でベネディクト攻撃いけんな。倒せるはず。え倒せないこれ。え倒してないな。あ倒せないっていうか挟めば別に問題ないか。ここでガラ空きだ。よし OK。 学ばせていただきました。でこれ回収していきますか。でジーラはまたセレノアが減ってんな。なんか複数回復魔法がやっぱ欲しいな。傷を癒す。すまない。学んだ力。でフレデリカ、フレデリカ今1しかない。エンタテ魔法使うか。力になります。ありがたい。始めましょう。で
こっちは無視しよう。全戦力をこっちにやろう。で、これで終わり。効果的です。ああ、マジかよ。腕が鳴るぜ。戦とて。とどめだ。消えよ。よし、これでロラン進めよう。マイル。ステルス。捕まえて。ちょっとフラクションでいいや。どこから攻めるか。で、俺はもうちょっと攻め込もう。飛翔撃当たる。お、いいね。やろう。天より狙い撃つ。もう一撃。新しい力だ。反撃の備え。出番だな。狙えるやつは狙っていこう。この槍を受けよ。どこへ飛びましょうか。で、こいつもまあ攻撃をしとこう。セイフ、ライター。痛い、強っ。勝利への糸口は。さあ、あいつも結構食らいそうだからな。剣道を張っとくか。また焦りは禁物。私のできることで、ジーラ、フレデリカ、フェレノアは、まあ、ベネディクトがまあまあ減ってるか。傷を癒す。ありがとうございます。何くえ。争いを収めるために。で、ここに来て、ああ、そうか、エンタテ使っちゃうと1減っちゃうから、あれなのか。弾薬1個使ってみよう。使います。カルピトコ、この力役立ててみせます。天使の魔法、私の番ですね。で、こっち殴れるけど多分無理だよね。射程が悪くじゃないから。かかってこい。こいつをぶっ倒しながらも進むか。はっ、中央無尽に仕留めます。かけろ、アンナ。こいつらが来てるな。いやー、マジか。こんなところで手間取ってる場合ではないのに。どうする。いや、倒す。ん？倒すっていうか、もう行っちゃう。で、回復しながら、苦痛の回復の弾薬リーナもらうぞ。一応こっち見とこう。強い。これ以上の突破を許すな。また来るか。魔法師がいるな。めんどくさい。どこから攻めるか。攻撃できる。あ、できるね。はあ、どこへ飛びましょうか。で、ここだったらショート棒で、あ、狙いね、もう一歩か。ここで、あ、待って、ショート棒でここ。終わりです。効率的です。なんなんマジで。ミスるわ。痛い。勝利への糸口は。後ろ狙うか。やばい、はい、そうでしたか。やばい。私のできること。ちょっとジーラ一回こっち行くか。回復の魔法が入らん。え、マジで入らねえ。セレノは大丈夫でしょ。もう大丈夫。フレデリカ大丈夫。アンナも大丈夫。ヒューエットが減ってんのか。じゃあちょっとこっからヒューエットだな。傷を癒す。感謝です。どこに来る。パブレード学んだ力。強い。今こそ。こっちヒットポイント104。あいつに任せよう。
アンナちゃんに倒れるわけには。そうだな、ちょっと回復優先にしよう。うん、研究の賜物です。ご命令を。やつを倒せ、それだけだ。お好きな一人ですよ。成長を感じます。レベルアップからのもう一撃。お好きがなかったですね。俺が相手だ。ここでちょっと足止めするか。行くぞ。どうすべきかな。突破突きって当たるっちゃ当たるな。あそこまで行くのか。ちょっと待って、射程の外に出とこう。とりあえずさあ行こう。セレノアもやっぱり一緒にくっついていこう。で、ケンペ仕留めます。で、攻撃をしておいて、あっち行ったか。あぶれる。何狙ってくるか。怖いですね。ジーラはジーラで回復しておきたいよな、自分を。傷を癒して勝利への糸口は。で、ベネディクト、ベネディクトはあと一旦か。息をつかむ。終わらせましょう。で、フレデリカもちょっと前線に行かせよう。これはなんだ、移動3ターン1低下させ地面を燃焼させる。エンターテイン使っとくか。ご覧に皆さんのために。いいじゃないか、参ります。で、アンナでぶっ倒すでしょ。片付けます。生きるために。どうする、こっち行くか。いや、あっちの舞台はちょっともう始めましょう。しょうがない。凍りつけ。はい、俺が相手だ。なんとかしてもらうしかない。後ろから行って、決まったな。どっち向かえばいいの。痛い。勝つぞ。行きます。皆の者、あと少しどうか力を貸してくれ。来るか。余計なところで来て。ウォルホートの名にかけて。こっち。いや、結構猛攻が激しいな。え、いや、あ、近い。行きます。ヒューエット小と棒でこれ倒しとこう。終わりだ。倒せね。戦場は俺の庭だ。何だマジでするの。弓だからしょうがないか。終わらせましょう。アンナちゃん、ちょっとどうにもならん。どっち向いとく、こっち向いとくか。最善の手を。セレノアは大丈夫なのか。攻撃力アンナ上げとくか。支えなくては。冷静に行きましょう。回復は届かない。とりあえずこっちのやつらはみんなまあ割と大丈夫。学んだ力今こそ。フレデリカ様ウィーク。これなら勝てます。こいつ弓だよな。いって40も変のかよ。研究の成果。
回復系がちょっと減ってきてんな。俺は負けん。ダメだ、もうこいつ倒すしかない。やっぱり厄介すぎる。覚悟、ほら見たか、やらせてもらう。もっと先駆けの力がいるんだ。盾兵シールドする。めちゃくちゃ吹っ飛ばされた。腕が鳴るぜ。メラノールはシカトしよう。駆け足を。勝利のために。あ、あそこにアイテム掘ってたわ、工事のところに。どこから攻めるか。こいつ厄介だからな、やっぱ倒しておきたいよな。挟まれんな、ここに行くと挟まれんな。逆に、うん、あいつはこっちに来んな。仕留めます。横から行って暗闇の矢でちょっと悪にはさせない。この身が果てるその日まで。仕事の時間です。やれ。いや、ここはもう食らったとしても行くしかない。2発、やらせてもらう。勝った、マジ勝った。はっ、キャリ回復はお任せを。ジーラ回復をどっちにする。こっちは届かないかってことはアンナの名前。回復します。ありがとうございます。勝利への糸口は。ベネディクト挟めんな。やっとこう。甘い。分かった。研究の成果。こいつももうこいつ殺すことに専念するか。じゃあ氷魔法凍りつけ。終わらせましょう。でフレデリカ、フレデリカは2位あるから、これはもう演劇で焼き尽くす。私の魔法俺なら勝てます。よし、 OK。 でこれも回収する。勝つぞ。活路を開け。どうだ。そうか、こっち弓兵か。いった。モルフォートの名にかけて。で後ろ取れても倒せんな。とどめかない。暗闇、当たるか。まだまだ。これ誰や。むしろなんで制して見せましょう。それ、はい、俺はい、と参ります。で、アンナはまあ大丈夫か。ポイズンスローはいけんな。打っとくか。んできない、あいつがいるからできないって書いてあるわ。でこいつ弓兵だからな。危ない。危ねえ、死ぬとこだったマジで。回復はお任せを。あ、ここで行こう。ここで回復で出てるか。これで傷ありがとうございます。いいね、めちゃくちゃ回復するわ。情けは禁物です。でベネディクト、アンナにハルカ、勝利のために。バフを。戦術が広がりますね。俺は負けん。ロランここに置いて、ランス。どうだ。行きます。でフレデリカがちょっと無理だな。私の番ですね。行くか、氷魔法。凍りつけ。消えよ。よし、どこから攻めるか。で、セレノワが47か。だったらいけんじゃね、倒せる。くれ、今だ。確かに攻撃力は高いからな。かすり傷だ。アイテムでも回収しといてくれ。終わらせましょう。ステルスをかける。影の潜む。
で終了。行きます。いいね、これこっちまで来れるわ。ここは無理か。バリケードの方行ける？行けねえわ。でもまあ飛んでこっちまで来ればいいわけでしょう。悪くない悪くない。このユニットはちょっと厄介だよな。私のできることを。ジーラ届くか？回復が届かない。じゃあロラン。傷を癒す。心配かけたな。終わらせましょう。フレデリカ。進め。勝つぞ。でロラン。一応攻撃を仕掛けておくか。バリケードはもういいよ。はい、勝った。情けは禁物です。ベネディクト。今だってなんて。味方単体の行動を自身の直後に移動する。え、よくわかんねえ。アンナ貼っとくか。あと、でもあと2ターンか。よし、移動力増やしとこう。なんか突破しようかな。ロランいけるか。こうしましょうか。いいじゃないか。それでは。で回収してもうこっちからあれもらいたいよな。来たか。かすり傷だ。で駆け足して一応行くんだったら。覚悟を見せよ。でステルス状態からのめちゃくちゃ狙われんな。ここで妨害できないかな。動かない限りは狙われないよね。だってはい厳しいです。キュメットどうする。ちょっとあここバリケードがあるのか。なんか厄介だな。これでもここにバリケードがあるってことは後ろ向けば後ろは取られないってことだよね。フリューゲの一撃ってあまあまあまあやっとこう。フリューゲ決まった。ちょっと怖いけどこの治療術師。いやーやっぱなめちゃくちゃ厄介だわ。痛い。後ろ狙ってくるか。やばい死ぬ。行きます。フレデリカこれはこっち。炎よ。捕獲。これは負けん。突破。これもう突破しちゃう。これさここ行ってさこれダメなの。これで突破できないの。111だったら別に耐えられんだろう。二段突きでこれすぐ。この槍を受けよ。行きますか。でジーラセレノアがまあ減ってるから回復しとくか。回復します。助かった。研究の成果で飛距離ってさ魔法打てないかな。もうちょっとあれか必要か。最善の手を。でベネディクト一応後ろ取れるんだったら後ろ取っとこう。要請に従ったまでです。で多分狙われんな。死んだ。しょうがない。王家の方々をお守りするはずか。ロラン様申し訳ありません。ヒュエット見事だったぞ。あとは俺に任せておけ。すまん。さあ行こう。でこの盾兵はもうこれ倒せる。とどめ。狙い通りです。よし皆を導くために回収もしたい。しまった。狙われている。でステース状態だけどまずこの回復君を倒そう。はい、はい、今だ。よし OK。 で特にもやることねえな。ケンペ前に来るか。かすり傷だ。特にやることがない。厳しいな。
これもういけるっしょ、いっちゃおう。行けるときに行く。抜けた。一気に越見の間に向かうぞ。いや、なかなか厳しい戦いだったな。4000円も手にめちゃくちゃ手に入れたんだけど。なんか工芸品とかは普通だな。天秤とかも倒れててもおかしくないのに。親衛隊が全滅している。すでにここまで手が回っているのか。クソ、無事でいてくれみんな。今のは越見の間からだ。扉が壊されたのかもしれない。急ぎましょう。グスタドルフ兄様、どうしてこのようなことを。すでに夜は近づきて終わり。